石垣隊三宅島一点二キログラム名前の由来でも、ある、ぶち模様がはっきりしている石垣隊八条島五点四キログラムまだ丸みを帯びた体型石垣隊三宅島八点五五キログラム上の、ものよりさらに年を経ると角張った体型に変わる、石垣台と石台の天然交雑個体。二千八年に、長崎半島沿岸で捕獲され、長崎ペンギン水族館で飼育されていたもの。 石垣イは、鈴木シ石イ家に属する魚の一種。北西太平洋の熱帯、亜熱帯域に分布する大型の肉食魚で、同族の石イと同様食用や釣りの対象魚として人気が高い。また、特に本種の老成したオスを刺して口白という故障も、ある。生魚は、全長50センチメートル程度だが、90センチメートルを超える老成個体も記録されている。 体型は左右から押しつぶされたような円盤型で、顎が前方に突き出る。石台より口が尖り、体高が高い。背びれ難情数は15から16本で、石台の17から18本に比べて少ない。口は石台と同様に歯が融合し、くちばし状になっている。全身が開白色の地に大小の黒褐色半紋で覆われた独特の模様をしている。 標準和名、石垣台は、この模様が石垣を思わせることに由来する。ただしこの模様は、成長につれて、細かくなり、特に老生したオスでは、反転が消失し、全身が肺褐色になる。同時に、口の周囲が白っぽくなるため、この時期のオスを指して、口白と呼ぶ。一方、メスは老生しても反紋がよく残り、口の周囲が白くならない。 石台との天然での交雑も確認されている。交雑個体は石台の横島と石垣台の黒縁の両方が現れるが、切れ上数等は母親の影響が強いとされる。2010年11月11日に北海道スッツ町の沖合で漁師に捕獲されたことがある。人工交雑は近畿大学水産研究所で1970年に成功した。 この雑種は、石垣一種大、または、交雑に成功した近代にちなみ、近代とも名付けられている。太平洋岸では、房総半島、日本海側では、山口県以南、朝鮮半島南部から南シナ海まで、暖流の影響が強い海域に分布し、日本の最南端にある沖ノ鳥島でも生息が確認されている。また、ハワイからも記録されている。 石台よりは南方系の分布を示す。浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息する。生魚は海底の岩陰や洞窟に潜んだり、海底付近を泳ぎ回る。食性は肉食性で、甲殻類、貝類、ウニ類などのベントスを捕食する。これらの動物の頑丈な殻も、くちばし状の顎で噛み砕いて、中身を食べてしまう。産卵期は春で、 分離浮き生卵を産む。孵化した稚魚は、流れ藻や流木などについて、外洋を漂流し、漂着物につく、小動物やプランクトンを捕食しながら成長する。全長数センチメートル程度から、旋回の岩礁に定着するが、この時期には、海岸のタイドプールで見られることもある。石台より成長が、早く、より大型に育つと言われる。口白、ササ わさらび、もんばす、こもんばす、もんわさなべ、こめかみ、もんこうろう、ふさ、こめびしゃ、くさ、ごまくしゃ、ごましちゃ、ごまひさ、たねぐさ、がらさわなど地方名が多い。和歌山の、はす、わさなべ、こうちの、こうろう、かごしまの、ひさとうはどれも石台を指し、石垣台の方は、もんのある石台、ごま模様の石台とうという意味になる。 反紋のあるナイフのような顎を意味する。生息環境の厳しさ、個体の少なさ、制御の大きさ、引きの激しさから、石台と並ぶ、磯釣りの対象とされ、特に口白は釣り人の憧れの的ともなっている。石台より口が小さいので釣りへも小さくするのが良いと、される。身は白身で、刺身、洗い、寿司種、塩焼き、煮付け、唐揚げなどに利用される。 全長 40cm 程度までが微味とされる。大型個体はかえって味が落ち、シガテラ中毒の危険もあるので、食用には向かない。これは、食物連鎖によるシガテラ毒の生物濃縮が原因であるため、特に6ポンドイコール2 7 2 2ム以上の重量の魚は危険である。また、死後に時間が経つと、磯臭さ,さが強くなるので、この点でも注意を要する。 食用以外にも、稚魚や若菜は水族館などで飼育される。ありがとうございます。